ブリュッセル北駅は、ブリュッセルにある三つのターミナル駅のうちの一つである。これらターミナル駅は、ブリュッセルへの鉄道での玄関口役割を担っている。プレメトロや30のバス路線が乗り入れており、様々な方向へ行ける。タリスなどの高速列車以外の優等列車や、普通列車などが停車している。6面12線の地上駅。ベルギー国鉄の駅から各ホームまではそれぞれ階段や、 エスカレーターが連絡している。二面四線の地下駅。週に20万人の旅客が利用している。当駅はビジネス地区に位置しており、中心街への重要な入り口にもなっている。1835年にヨーロッパ大陸初の鉄道が開業したあれ、ベルト駅のの代替となる駅として、1841年9月28日にレオポルド一斉によって、 最初の礎石が置かれて寄港され、建築家、フランソワ・コパンにより1846年3月に落成した。1952年に来た南接続線計画によって新しい駅舎が建設され、路地へ広場に位置していた初代の駅舎は1956年に取り壊された。現在の駅舎はネオールネッサンスに影響された古典主義様式である。 駅構内のコンコースには鉄道博物館もあり、ベルギーの鉄道150周年を記念した大道林なども展示されている。プレメトロの駅は路線の終点として1976年10月4日に開業した。ありがとうございます。